こんにちは、つさです。今回ですけども、妻の方からかぼちゃのプリンをですね、食べたいという話がありまして、でこちらにかぼちゃがあるんですが、こちら丸ごと使ってですね、妻の方にかぼちゃのプリンを手作りしたいと思います。スマちゃんが作ってくれました。素敵なんです。いただきます。いただきます。これさ、蜂蜜かけて無理して全部食わなくていいんだよ。かぼちゃ好きだからな小分けにして食べようかな。すごいねっとりプリン。おー、いただきます。あ、うん、美味しい。一応ね、ちょっとびっとね、我慢して味見出したんだよ。うん、やっぱり蜂蜜かけた方が甘くて美味しいね。蜂蜜かかってないところ、かぼちゃの煮物美味しいちゃんとゆっくり食べてください。はい、かぼちゃの煮物
違う違う、ごちそうさまでした。